ゼロ式の方は、こんな感じです。ゼロ式の方が派手ですよね、やっぱり。なんで、一応ね、上げていきましょう。いや、二つ、まとめて買っちゃったからね。やっぱりゼロ式の方がね、僕は、いいと思うんですよね。ゼロ式から僕メダル集めたんで、多分。ゼロ式から集めたんだと思う。古典メダルとかにも対応してるらしいです。なかなか開かないな。よし、開けました。もう切ったと思うな。はい。中にはね、またこれが。やっぱ違うね。全然。はい。中開けてみますと、はい。やっぱりこの時計が出てきます。じゃあそれをね、開けていきましょう。ちょっとビリビリって開けちゃったな。はい。じゃあというわけで、これはですね、こっちと違って、デラックス妖怪墓地と違って、なんとこのくるくる回すダイヤルがついてるんですね。で、まあ妖怪メダルを入れるときにはダイヤルをゼロにして、こう入れるわけなんですけど、じゃあまずね、このピロピロと、スイッチをオンにします。っていう風に最初はなるんですよ。で、なんかここら辺、ここのところ、ここのところをこうやってやると、こっち側でいきますよ。っていう風になるんですね。で、ライト消すと、はい、こんな感じです。で、メダルを入れます。で、じゃあ最初ジバニャンの尿 A からいきます。で、1にしてまずいきます。っていう風になって、じゃあ次2にします。っていう風になりますね。外すときは別にどっちからでも。で、2に合わせたままでもこう聞こえます、ちゃんと。っていう風にね、なるんですよ。はい、というわけでですね、ちょ、ライトつけるの忘れてました。実はですね、撮影日がね、ちょっと、1週間近くずれちゃってるんですよね。1週間近くっていうか、1週間ではないんだけど、ずれちゃってるんですよ、こっからは。で、前回の続きの、いちごにゃんの、このメダルを入れていきたいと思います。で、まあもう1週間なんでね、入りますよ、それ。嘘だ。ゼロに合わせてなかった。よし、じゃあ行きましょう。このメダルは対応しておらず使用できません。あ、これキャンペーンメダルかな。そんなバカな。あ、じゃあ、大丈夫。たまにね、ちょっとこうなっちゃうんですよ、僕の妖怪ウォッチ。で、ちょっと一番やんの忘れてましたね。っていう風になるんですね。まあ、ブリーチ族のこの音楽が流れるんですけどね。というわけでですね、まあ、ちょっと短かったんですが、こちらの、妖怪ウォッチ、デラックス妖怪ウォッチゼロ式の紹介でした。